ーボールとは、ナショナルリーグ優勝チームとアメリカンリーグ優勝チームの間で争われる、NFL の優勝決定戦。アメリカンフットボールの最高の大会であり、アメリカ最大のスポーツイベントである。2010年2月7日に行われた第44回スーパーボールは、平均視聴者数1億648万人でアメリカテレビ史上最高を記録した。平均視聴率では、1996年の第30回スーパーボールの 46% が最高。第44回スーパーボールは 45% のテレビ史上2位を記録。米国民の大半が観戦すると言われるスーパーボールは、ハーフタイムショーに力を入れることで有名。以前のハーフタイムショーといえば、カントリーミュージシャンやマーチングバンド、ディズニーキャラクターなどがショーを行った。しかし、ハーフタイムショーの視聴率が試合に比べて 10% 近く落ちてしまった。それと、ハーフタイム中にあまりにもたくさんの人たちがトイレに行き、水を流すので大都市部での下水管の水圧が一気にハーフタイム中に上がり、社会的大問題となったようだ。これらの問題を防ぐために、どうしたら観客をハーフタイムショー中にテレビの前に釘付けにしておけるか?が鍵になったのだという。この視聴率対策と水圧防止対策として、1993年に、マイケル・ジャクソンがスーパーボールのハーフタイムショーに出演したのは有名な話。これが見事的中し、ジャクソン氏のハーフタイムショーは、スーパーボールの前半戦よりも高い視聴率を記録したのであった。結果、スーパーボールそのものの価値が上がり、世界のトップアーティストを毎年ハーフタイムショーに招くことが定着していったのであった。そして、この時マイケルに支払われたギャラは、これまでのハーフタイムショーの伝統に従い無償だったんだとか。マイケルが提示した唯一の条件はスーパーボールの収益金の一部を恵まれない子供たちを救う基金に寄付をすること。実際に NFL はマイケルが設立したヒール・ザ・ワールド・ファウンデーションに10万ドルの寄付を行った。ちなみにマイケルの妹のジャネット・ジャクソンも2004年にハーフタイムショーに出演したが、アクシデントを装い乳首を露出し、大バッシングを受けていた。